おーい、白石くん。はい。次にやる PR 企画なんだけど。はい。君のじゃなくて水沢くんのでやるから、サポートよろしく。佐藤、ちょっと付き合って。女の戦い勃発か。主任。おめでとう千里、今回は負けたけど次は勝つから。これ勝利の美酒、私のおごり。その飲まないの？こっちは負けを認めて腹割ってんのに。いや違う。また負けた。もうこうなったらサポートでも何もしてやるっての。その時はお願いね。お願いして、いっぱいして、してして。いつも妻がすみません。いいえ。おかえり。ただいま。軽く何か飲む？お祝いのお酒。かしこまりました。ベリーニでございます。召し上がれ。至福。なんかセレブっぽい味。お高いピーチジュースだ。ピッチピッチ。今夜のお酒ベリーニ。ロゼで作ると色が綺麗。桃はミキサーにかけてね。俺桃くん、缶詰の桃って熟してないのを使っとるんよ。今日ね、会社で私の企画通ったの。おお、だからお祝いって言ってたんだね。おめでとうちーちゃん。だけどゆいの落ちちゃった。それなのにご飯誘ってくれて、おめでとうって言ってくれて、サポートでも何でもするって言ってくれたの。強い人だね。うん、次は負けないって言われた。でも私だって負けないもん。それにゆいがいてくれるからここまで。お疲れ様。